動画をご覧いただきありがとうございます。今回は1980年代当時もののデカ金消し株式会社丸越さんから発売されたシリーズの第12弾当時最新型のキャノンボーラーを水性アクリル塗料で塗装しました。経年劣化と汚れありますが、デカ消し第12弾で封入されていたブックレットです。この弾は当時の発売デカ消しで最終弾であり、表記は最新型、照準は6体です。今回塗装のキャノンボーラーはキャノンボールマン、これはおそらく読者応募時のネーミングがそのまま記載されたということでしょうか。まずは塗装前の状態です。経年の汚れ、シミ、黒ずみがありましたが、造形には特に支障なく、色塗りにも影響なさそうだったので、そのままいつも通りの下処理をしていきました。事前準備として、こんな工程で塗装前の下処理をしていきます。煮沸して形を整え、表面のホコリや汚れを取る。ベンジンに漬け込み、過塗剤、塩ビを柔らかくする薬剤を抜く。乾燥させてミスタースーパークリアーツヤ消しを吹き付けて塗装下地を作る。そして塗装です。最初のカラーはグリフチャージャーグレイ、青系の上塗りをする箇所に下地として着色しました。色塗りの様子はダイジェストにまとめていますので見ていきましょう。工程は下地塗りから上塗りの2段階です。次にブラッドエンジェルレッド、中心部赤の下地です。スネークバイトレザー、上塗りでブロンズを塗るフェイスガードの下地にしました。こちらが今回の塗装で下地で使用した塗料。バシリカヌムグレイ、鋼色、濃い銀を上塗りする箇所に下地として塗りました。コントラストという種類の塗料は下地になる顔料を含みつつ液体塗料なので、色の境目などには流れ込んでいって早く色分けを叶えてくれるのでよく使っています。本来はベース、シェイド、ハイライトが一塗りで表現できるというのが売りの18ミリボトルに入ったカラーです。アポシカリーホワイト、白、そして銀色を上塗りする箇所に下地として塗りました。コントラストカラー最後は黄色のイアンデンイエローです。塗装にかかった時間は約80分でした。今回は色分けを細かく多く設定して塗っていったので、そうして塗装にも少し時間がかかった感じでした。肌の色はパレホのモデルカラーダークフレッシュを使いました。粘性の高い、隠蔽力の強いカラー。今回の下地塗装でパレホはここだけでしたが、このスペイン発の水性アクリル塗料、最近多用しています。今回は超人図鑑を参考にした原作カラーで色塗りしました。こちらが上塗りで使用した塗料です。上塗り、頭部、肩に下デルカラーのインキュビダークネスを塗りました。藍色という感じでしょうか。上塗り2色目は下デルカラーのメタルカラーアイアンウォーリアー、濃い銀色です。ベース塗料で隠蔽力強い、そして下地バシリカヌムグレイが効いてうまく塗れました。この丸腰製のデカ金消しは体長約9センチのゴム消しフィギュアで、筋肉マン第一次ブームの1984年から86年頃、第1弾から12弾まで発売されたシリーズでした。フェイスガードは銅、ワープロックブロンズです。スケルトン4銅を塗った箇所に上塗り、粘性高く色が乗りやすいカラーです。
膝のパッド、パンツ部分は色分けして銀色、アイアンハンズスティールを使いました。今回はなかなか凝った多数のカラーを使った色分けです。原作超人図鑑カラーの特徴的なズボン、パンタロンのような形状の下半身は白、コラックスホワイト。隠蔽力強めの白ですが、下地アポシカリーホワイトも効いてしっかり塗れました。今回の塗装では色の境目や細かなところを面相筆で、少し広めの箇所は思い切って模型用ブラシで、そしてさらに細部は先端を糊で固めた細筆を使って塗装していきました。紺色、ナイトロードブルー、シューズに塗りました。隠蔽力の強いシタデルカラーのベース塗料です。耳の部分の金はパレホのゲームカラーポリッシュドゴールドを使いました。手にも一部塗り入れています。目のラインはガンダムマーカーのシャープで書き入れ、肌の上塗りにシタデルカラーのコントラスト、スケルトンフォードを水で溶いて薄めた状態で染め塗りしました。陰影がついて質感が高まりました。ラストは赤のメフィストンレッド。塗装後はソフト99コーポレーションのボデーペンクリアーを吹き付けて乾燥させ完成。これがトップコートになります。キャノンボーラーはイラク出身の超人で筋肉マンビッグボディチームの副将を務めました。砲弾がモチーフ、超人強度は800万パワー。塗装後がこちら。というわけで今回はデカ金消し第12弾、当時の最新型からキャノンボーラーの色塗りでした。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。